3M のダクトテープダクトテープは粘着テープの一種。日本における一般的な粘着テープよりも粘着力及び強度が高い。発祥となったアメリカ合衆国では補修をはじめ様々な用途に使われている。1900年代から防食や絶縁目的で耐水性テープが用いられるようになりアヒルのように水を弾くことから あるいは芯に骨布を用いたことからダックテープと呼ばれた。初期の雨に油などを浸出させた布地から次第にゴムや酸化塩などで機能向上が図られた。一方、1925年にマスキングテープが登場し貼って剥がせる粘着テープが実用化されていた。1943年第二次世界大戦中のアメリカ合衆国で 軍需製品として、ジョンソンエンドジョンソン社により開発された。開発のきっかけとなったのは、軍需工場に勤めていた二人の水兵を息子に持つ、女性で、弾薬箱の防水に作りにかかる兵士の手間を、軽減することが目的だったという。ポリエチレンでコーティングされた本のに、灰色のゴム系接着剤を塗布した粘着テープとして、製品化され、 貼るだけで密封と固定ができ、容易に剥がして開封できる、さらに刃物を使わず手で切れる作業性を備えていた。戦後、民間でも配管工事などの貼り合わせに使われるようになり、ダクトテープという名称が普及した。何年製のテープを販売していたアルベルト・アルノ社が、ダクタップを1960年に商標登録しているが、現代では半ば普通名称化しており、 3M はスコッチのブランド名であるが、商品名にダクトテープを使っている。ダックはヘンケルが商標登録し、ダックパワーテープのブランド名で販売しており、パッケージにはアヒルの絵が描かれていた。後に粘着テープの生産権はシュアテープ社に譲渡された。なおシュアテープではシュアテープのブランド名を使用し、 ダックのブランド名はヘンケルの家庭向け DIY 用品に使われているが、ダックテープは生産されていないため、現在ではダックブランドのテープは存在しない。日本ではアサヒペンがヘンケルの製品をパワーテープの名称で販売しており、シュアテープに関後もパッケージに書かれていたアヒルの絵とダックの文字をシャテープに書き換えて販売している。表面が ポリエチレンでコーティングされているため湿気と摩擦に強い。また、内側に線を用いていることから手で切ることができる。短所としては、時間が経った後の糊残りが頑固という点がある。これに対応して、ダックテープなど一部製品では糊を改良し残りが少ないと歌っている。色はグレーが主流だが、ダックテープには様々なカラーがあり。 シュテープでもそのままラインナップしている。対戦中にアメリカ軍において使用されていた際はアーミーグリーンだった。3M の 8979N は各管理機関での使用も想定した高耐久性の低ハロゲン低用タイプである。一般向けのダクトテープは名称とは裏腹にダクトの修理に適しているとは言えない。1998年。 ローレンス・バークレー国立研究所のマックス・シャーマンとイアン・ウォーカーが発表した実験では温度変化が大きいとリーク率が高くなり場合によっては剥離するなど長期にわたるシール性に欠ける実験では強度に劣るその他のテープでは問題が生じなかったとしている日本は季節による寒暖差が大きいことから空調関係の思考では通常アルミテープが 用いられる。このため日本では、ダクトテープといえば、アルミテープを刺す傾向があり、翻訳文を読む際などには、注意が必要。現代では、プロユーザー向けとして、ダクトの修理に対応した改良型のダクトテープも、登場している。モデルが胸を寄せて、谷間を作るため、スポーツ選手が関節を保護するためなど、直接皮膚に貼って用いられることもある。 米国皮膚科学会では、イボの家庭用治療としては、サリチル酸が最も一般的な処置方法だとしているが、イボにダクトテープを貼り数日ごとに取り替える方法も紹介している。1970年の月着陸船、アポロ13号の酸素タンク爆発事故の際には、ダクトテープで空気浄化装置をつなぎ合わせることで危機を出した。 アメリカではヘンケル社が高校のダンスパーティーの衣装をダクトテープで作るコンテストを主催していた。個人のアート作品も多く制作されている。ありがとうございます。